じゃあ、みどりさんお願いします。はい。ですね、僕の方は、マッピーっていう OR マッパーですね。簡単な OR マッパーをちょっと作り始めましたと。で、これは何なのかっていうと、ダッパーってあると思うんですけど、ダッパーって、ドットネットフレームワーク3.5とか古いやつにも対応してるんですけど、マルティプルクエリーって言って、その複数の SQL をいっぺんに投げるやつって4.5.2からしか対応してないんですね。で、僕個人的に、仕事で使っているフレームワークのバージョンが4.5で、ちょっと0.0.2足らなかったんで、ちょっと仕方がなく自分でじゃあ作んなきゃなっていうところで、なる作りほど。始めましたと。で、どうせ作るんだったら、ドットネットフレームワーク3.5から、もしかしたら苦しんでる人がいるかもしれないんで、古いやつにも対応しようっていうところで、作り始めましたと。で、ちょっとダッパーの僕古い記憶しかなくてですね、あれなんですけど、ゲットオンリープロパティに確か対応してなかったと思っていてですね、プライベートセットとかがないとダメだったような気がしてたんで、そこら辺も対応しようかなとやっていますと。で、リードオンリーのフィールドにも対応してますって、これ今書いてるんですけど、今対応してなくなっちゃいましたと。最初はそういうつもりでやってたんですけど、これ消し忘れですね。リードちょっとオンリーめっんどてく難しくないです？で、なんか、さい。はい。イニットオンリーフィールドってできたんか？マークだけだっけな、あれ。あんま記憶がないけど、IL 上で、なんかイニットオンリーってマークついてるやつってセットできたっけなと思ってさ。いけました。あ、いけたんか。そうか。普通にリフレクションで ああ。突っ込めはいて、はい。いけてしまったんで、あ結局、ゲットオンリープロパティのバッキングフィールドも、イニットオンリーのフラグがついてるんですけはいど、ついてるだけっはていはい。う。養生どうだったかあんま記憶ないな。まあいいや。はい。なんすで、いません。一応、そういうところでやってますと。で、これ、まだバージョンが0.0.19α とかだったと思っていて、まだ全然アルファ版なんで、もしかすると、セットプロパティがないとダメですよみたいな仕様になるかもしれないです。で、使い方はすごく簡単で、これもダッパーの使い心地とすごく寄せていってます。SQL コネクションの拡張メソッドで定義しているんで、ユーズイングのところでマッピーしていただければ、いいっそのすまね。ま使えますよっていうところですね。で、モデルのところも、ほぼほぼ、ダッパーと一緒。もう本当に、各種フレームワークというか、ライブラリによって、あんまり差が出ない方がいいなっていうところを意識して作り始めたので、このまんまクラスを普通に、モデル用のクラスを作ってあげて、それを指定してあげればできるようになりますよと。ただ、C シャープってアッパーキャメル、パスカルケースで書くことが多いと思うんですけど、データベースって大体スネークケースが多いと思っていますと。これちょっと要検証ですけど。なんで、それを埋めるのにカラムアトリビュートっていうのを作っています。で、今はまだ名前だけしか、受け取るようにしてないんですけど、デフォルトバリューっていうのも後から付けられるようにしようかなっていうのは、ちょっと頭の片隅には入れておいています。ヌルの場合にデフォルトバリューどうするかみたいなのですね、やろうかなと思っています。で、現状、カラムアトリビュートがなくても、このプロパティであれば全部マッピング対象にしてしまう都合で、マッピング対象にしたくないものまで入れておくと、もう勝手にマッピング対象になってエラーになって死にますっていうので、致し方なくイグノアアトリビュートっていうのもつけています。これちょっとサンプルがフィールドになってるんですけど、フィールドの場合はそもそもマッピング対象外なんで、これは問題ないんですけど、これがプロパティになった瞬間にエラー入って死にますっていう感じですね。はい、で、構造体についても同じですと。で、ここでちょっと一生懸命頑張ったのが、構造体をやろうとすると、最初、構造体マッピングしようとすると、当たり前ですけど、
値型なんで、値に対してリフレクションで一生懸命入れ込んでも、リターンされるバリューはデフォルトのバリューになってしまって、うまいことマッピングできないっていうところで。それあれですよね。なんかリフレクションになんか特別なメソッドがあったような気がするけど、違ったかな。そうなんですよ。最初、セットバリューっていうメソッドを使ってまして、それだとインスタンスを引数にとって、まあ、セットしたいバリューを第2引数に渡すって形だったんですけど、セットバリューダイレクトっていああ、うそうだ値そをうだ直接そぶれだ。ち込むやつがあっ そうて、そう。で、まあ、実際、そこを見ると、あれなんですけど、どれだっけかな。セットバリューダイレクト、このあんないまやりつ、このああ、馴染みがよなくいな。人多いと思うんですけど、4つぐらいドットネットというか C シャープに隠しコマンドが あってそうですね。のうちの一つですね、このリファレンスを作って、まあ、Z バリューダイレクトにぶち込むっていうことをしています。で、まあ、昨日ちょっとやってて、しくったなって思ったんですけど、このセットバリューダイレクトのメイクレフ、ここが結構非同期と、まあ、相性が悪くてですね、当然、非同期の時ってメモリを固定してあげないとフィックスドしてあげないといけないんですけど、こっちの非同期版のところでも呼ぼうとすると、まあ、そもそもビルドが通らなくなって、コンパイラーエラーで動かなくなってしまったんで、しゃあなしにこっちはクラスにしましたっていう事情がまあ実はあって。そのホワイルアウェイとリードエーシンクやね、そこで、あれだ、クロージャーが作られるからってことか。クロージャーの、フィールドに、フィールドをメイクレフできないからってことですね。そうですっああ、ていなるほうど。なるほど。確かに。そうですね。そうなんですよ。なんで、まあ、こっちの非同期版はシャアなしにセットバリューで、まあ、クラスしかダメよっていう制約がああ、なるほどね。できてしまいましたっていういや形になりー、ますなね。るほど。なるほど。鬼のようなことを言えば、なんか、アウェイト使わずに書けば、ワンチャンあるかも。いや、嘘です。まあ、優先順位は低いと思います。まあ、要検討はい。あれですね。なるほどね。まあ、っていうことがあったりしましたと。まあ、なんで、まあ、その辺があるから多分ダッパーの方って構造体突っ込んでも、マッピングできないんだと思うんですけああ、ど、一応こそうのか。マッピーはできるようにしましたっていうといいっころすです。ね。で、まあ、使い方も本当簡単で、まあ、SQL コネクション入して、まあ、クエリを発行してあげて、まあ、リードするときに、型パラメータに、そのモデルの、ね、型をしてあげると、できますよと。マッピングできますと。まあ、クエリ Async も同じですっていう形ですね。で、パラメータも対応してて SQL の。このアットマークの、まあ、これダッパーと一緒なんですけど、アットマークナンバーみたいなのやったら、ここで第2引数にパラメータ、このアットなしの名前を入れてあげれば、それでちゃんと回るようになりますと。で、複数 SQL、複数セレクト文とかの場合も、まあ、できますと。同じように。で、リード終わって、もう1回リードすると、まあ、2個目の結果。1個目、2個目みたいな形で拾えますと。まあ、これってもう SQL ベタ書きなんで、これが僕は許容されてると思ってるんですけど、まあ、心配性な方のために、まあ、次があるかどうかを、ための、ハズネクストプロパティっていうのも生やしてあります。なるほどね。まあ、逆に言うと、まあ、あんまり考えられないですけど、
セレクト文2つとも同じテーブルからで同じ型でなる場合は、ハズネクストをホワイル文で回せば、その分リーダー .read のまあサンプルだけでマッピングできるんで、まあこういう無駄なコードが少なくなりますみたいなところもあったりします。なるほど、ああなるほどね、はい、っていうのが現状の形ですね。で、まあ今これ課題としてあるのが、まあ一番の課題は1件あたり 2.2 ミリセックっていうバカ遅い速度が問題としてあってですね、これ今ちょっとエクスプレッションツリーで再実装して高速化を図ろうっていうのはちょっと思っている。あ、なるほど。リフレクションが重いってこと？そうですね、リフレクションが重いので、そこをまあエクスプレッションツリーに変えれば多少は速くなるかなと、うん、なるほどね、はい、いう期待ですね。デリゲートメソッドにして。あ、ちなみにあの最終的にゲッターとかセッターがデリゲートに落ちれば、あの従来通りのそのリフレクションを使った読み書きと、あとなんだそのエクスプレッション3を使ったやつと切り替えとかできるようになる感じかな。何を言ってるかというと、あの要するになんか他のプラットフォームに移行しようと思った時に、はい、なんか AOT 環境のことを考えるとエクスプレッション3多分機能しないから、なんかあのリフレクションで使いたいと思うシチュエーションはあるかもしれないみたいな話で。なるほどですね。そうそう、なんでなんかのなあの可能なら残しといた方がいいよね。あの、うん、そのなんかインフデフとかで切っといて同じようにあの切り替えて使われるようになると一番いいかもしれない。うんうんうん、そこまでちゃんと考えてなかったんで、そうですね、うん、それじゃあ、まあ、メインのネームスペースのマッピーの方は、エクスプレッションツリーにしておいて、マッピードットリフレクションみたいなので、ああ、なるほどね。残して、現状のコード自体は残しておこうかなと、うん。まあまあ、あるいはなんか、ああ、でも難しいのかな。なんか、英語、なあ。難しいかもね。いや何言ってるかというと、あのなんだ、例えばザマリンフォームズ考えると Android と iOS といけるけど、はい、なんか iOS の方 AOT じゃないですか。はい、うん、でなので確かなんかエクスプレッション3は限定的なサポートだから、なんか多分あのコードジェネレーションには使えないんじゃないかと思っていて、はい、なのでそういう場合ってそのiOS 向けのライブラリとしてビルドするときには、そのリフレクションベースの実装でビルドされるようにすればいいかなとは思ったんだけど、そうすると iOS の方ってそもそもリフレクションって使えます？部分的に使える。ああ、で多分ねコード生成はダメで、要するにエミットとかにまつわるものはダメだと思うんですよ、はい、うん、なのでそれ以外の単にその参照するだけとか、そのあるいはフィールドにあのさっきのあのセットバリューみたいな感じで入れるとかは確かできたような気がします。はいはい、いや、まあ、なんかそれを考えると、うん、できるかどうかの調査も兼ねてソースジェネレーター使ってみるのもありかなっていうのを少し思ってますね、うん、ソースジェネレーター大変そうやな。わからんけど、あの書いたこと書いてないかわかんないけど、はい、うん、なるほど。ちょっとあんまりソースジェネレーターに対するモチベーション高くはないんですけど正直まあなんかあの性的に生成できるっていうのはいいよね、うん、うん、あのまあ実はなんかそのエミットで書いてみたけど、実はこれなんかビルド時にこのコードが作られればそれでいいんだけどなって思うシチュエーションは割とあるから、はい、まあ、そういう時には有用なんだろうなと思うんだけどね。うん、なるほど。なんで、まあ、この今回のこれがどこまでそのソースジェネレーターでいけるかどうかっていうのも兼ねて、まあ、いや、これ、ま、なんかむしろ OR マッパーは、なんかコードジェネレーターでいけるんじゃないかな。うんうん、例えば、その今、あの画面に出てるサンプルとかテストっていうクラスへのそのセットとかゲットとかいうコードって手打ちできるじゃないですか、
手打ちっああ、ていうそうのはですね。手動でそういうコードを書けるはずなので、はい。手動でコードが書けるってことは多分コードジェネレーターで生成できるはずなんですよね。で、もちろんそれはなんかコンパイル時にコンパイルされるから、まあそれが最速と言えるかもしれないですよね、実際にはね。ですよね。まあ、実行時にコンパイルするわけじゃないから。そうですね。それさえまあできればいいのかな。そうですまあ、そうね。考えると、やっぱりエクスプレッションツリーに次、時間を費やすよりもソースジェネレーターの方に時間を費やしてあげた方が、ああ、まあそうかもしれんね、時やっ間のぱ費り。やし方としてはいいかなっていうふうには思いますね。まあ、エクスプレッションツリー書いてるときは、なんかこう、謎の、脳内麻薬が放出されて楽しいんだけど。わかります。謎の達成感と。そう、謎、できたーって感じ。動いたよーっそうつって。そうそう。まあまあわかる。リフレクションと書いてるときに比べて、まあ、リフレクションで書いた場合と比べて、速度もかなり速くなるじゃないですか。そうそうそう。余計ですよね。そうだよね。まあわかる。まあ、っていうところをちょっと今、まあ、課題の一つとしては考えますね。まあ、あとそうマね。ッピングの時に今、ベタで書いてる方以外にも、独自でそのユーザー側が指定したい場合ってすごくあると思うんで、まあ、それについてはインターフェース切って、まあ、それに対応するようにしようかなっていうふうにはちょっと思ったりそうしですて。ね。なんか結局サンプルとかテストとかのと、あとなんかそいつが内包してる方とかの、まあなんか途中からなんかシリアライズのなんか問題かなっていう気はするから、なんかシリアライザーをこうアタッチできるような、なんかそういう構造を考えるといいのかもしれないね。なるほどですね。まあ、なんか、その辺考え始めると、なんかあれですね、趣味でやってると、時間が消えそうですね、一瞬で。なんか僕昔ね、昔なんかシリアライザー書いてたことあって、もうなんか途中でさっきの話じゃないけど、途中でなんか他にもこういうものいろいろあるじゃんっていう、なんかそのなんか脳内の声に負けてやめてしまったんだけど、 そういうのがあって。まあ、待て、まさに今これダッパーと完全競合してるんで。待てね、ちょっとこっちの共有をしようかな。画面。これ見えます？一旦じゃあ僕共あ、は有い。止めますね。はい。あ、見えます。見えます？昔作った、まだ確か残ってるはずは、消してないから残ってるはずだけど、どこだったかな。わからんな。これだ。誰にもスターもらってないというね。しかも PCL1 とか時代がなかなか。6年前ですね、そう、なん最か、終更新。これがね、完全にその独自のバイナリー形式で、シリアライザーを書いてたことがあって、で、まあ、どこまで早くなり、なおかつ、そのさっき挙げたような、そのなんか、さまざまなプラットフォームで、そのまま使えるみたいなのを考えてたことがあって、なんか、まあ、それのなんか内部構造となんかよく似たとこあるなと思って、そのどうやってそのフィールドに値を入れたり出したりするかっていうところをなんか抽象化して、でプラットフォームごとにその、例えばこのプラットフォームではそのリフレクション、
それからこのプラットフォームではそのエクスプレッションツリーで、このプラットフォームではエミットするみたいな感じでなんか切り替えるみたいなのを書いてたような記憶があります。はい、この辺のなんかもうパブリック、パブリックですね。あ、ちょっと後で。ただもう本当に全然メンテナンスされてないんであれですけど。今早いって言ってもね、なんか最近のドットネットだとあれじゃないですか。なんかアンセーフのためのアンセーフでない手法が確立されたってことがあるから。あのスパンだったりメモリだったり。そう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 。だからもっともっと早くできるような気がします。はい、はい、なるほどですね、うん、書いてたんですけど、なんかその内なる声に押されて負けてしまいました、はい、夢半ばにして死んでしまったプロジェクトってことですね、うん、そうそう、うん、まあそういう意味だと、うん、マッピーは、うん、パートの唯一の違いは、うん、F シャープのレコードだったりとか、はいはいはい、判別共用体、うんとかそれあの辺にちゃんとオプションとか対応してるっていうのが、そうそう、それで多分ね、はい、内なる需要結構あると思うんですよ、うん、え、それいけるのみたいなことを言う人は絶対いると思う。あれ、これは多分ガン押ししていこうかなっていうのはちょっと思ってまして、うん、そうやね。で、そうすればなんだろう、塗る許容のカラムというかフィールドって DB 結構あるけど、F シャープ現状だとそういうのに対オプション対応してないマッパーばっかりなんで、はいはい、ああそうだね、うん、一旦受けてさらにそれをラップしたクラスだかなんだかが必要になってくるっていうオプションで返すっていう手順を踏まなきゃいけなかったりして、うん、そうなんですよね。なんかC シャープ 8.0 でそのヌラブルリファレンスタイプが導入されたことでさ、はい、なんかその 8.0 のヌラブルリファレンスタイプとそれから昔ながらの、構造体に対するヌラブルと、はいはい、それからなんかF シャープでどちらにでも適用できるけどどちらでもないオプションといろいろ増えたおかげでさ、なんか、ね、シリアライザー書くときは結構頭悩ますよね。そうですよね、うん、そう、いやだから今どっちかっていうと C シャープでサンプル書いてますけど、うん、どっちかっていうとそっちがおまけで、うん、的には F シャープでなおかつ DDD に対応したいんで、はい、判別許容体、シングル判別許容体の方で、うん、いけるようにしたいなっていうので、はいはいはい、ね、そう、それちゃんとサンプル書いておくべきでしたね。まあまあこのビデオ公開しても多分 しばらくはこうサブマニーなんで、きっと知名度はなかなか上がらないので。なんで、まあまあまあ、公開されるぐらいまでにはちゃんとサンプル入っとこうぐらい、ね、そうですね。なんかエポキシもそうだし、エポキシはね、なんか別の圧力もあってさ、なんかはい、MVU アーキテクチャ、あ、はいはいはい、の圧力も感じてんだよね。今から MVVM かみたいな、ちょっとそういうのも思ったりしてる。そうですよね、うん、なんかマウイからでしたっけ、 MVU にアーキテクチャ変えるって言ってる。そう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 、まあ F シャープはね、なんかもう彼らは独自にやってるからあれだけど、まあ、C シャープでっていうとね、あ、違うか、パブルと、そう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 、だからまあなんかC シャープでより大きく認知されるにはやっぱりなんか実際にそういうアーキテクチャのものが出ないと多分広まらないと思うから、うん、まあ、やっぱりそういう意味でもマウイなのかな。そうですね、うん、まあ、まあ、ちょっと全然話それちゃいますけど、はいはい、まあ、C シャープが今後ちょっとどういう行く末をたどるのかが気になるところではない。そうですね、まあ、きっと中の人も気になってんじゃねえかなって、自分たちもしかして瞑想してるのではって思ってないだろうかとかちょっと思ったりもするんだけど、まあ、瞑想してるかどうかって言われたら瞑想してるんじゃないかなっては個人的には思っちゃう。うん、まあ分かんないけどね、なんかC シャープラングとかそんな時々しか見ないし、なんか今どんな話がどんな風にしん、はい、どんな温度感で進行してるのかとかちょっと分かんないんであれなんだけど、はい、うん、まあちょっと
まあなんかものすごいいい加減な感想で言うなら C プラプラのなんかかつての C プラプラに近づいてるって感じが C プラプラの方は C プラプラの方でなんかそこ突き抜けちゃった感はあるけど、ここ最近に来てラストが出たしな。なんかどうなるんですかね。このマッピーだけの話でいくんだったら、今後実装されるであろう判別共用体 C シャープのそうだね。とかあるんで、あの辺もちょっと心配ですけど。そう、なんか、結局なんか F シャープと C シャープでこう似たものが C シャープに導入されつつあるけど、内部実装とか結局システムタプル以外は全然共通じゃなくなっちゃったのでそうですよね。全部自前でなんか作って、かといってなんか使いやすいかって言われると、っていう。そうなんだよね。みんなが頑張って、その、なんていうの？C シャープのライブラリをラップした、こう、F シャープで使いやすいライブラリとかを作るまでは、やっぱりちょっとは、F シャープから C シャープのライブラリ使おうと思うと、ちょっと煩雑だったりするところがあるから、なかなか道が遠いって感じやね。そうですよね。特にその配布されてるライブラリの中で一番困るのは、T4 を使ってるライブラリを、なんかドットネット何以上で縛られるのが困るっていう、F シャープで使おうと思ったら使えないみたいな。そうね、それね。あの辺もちょっとどうにか。まあ、C シャープがほぼほぼメインだから、それ以外の言語を使ってるやつらが悪いっていう思想なのかわかんないですけど。まあ、関心はなさそうだよね。まあそうですね。なんか、無関心というか、まあ、そういうことはあるかなって気はする。なんで、まあ VB.net と F シャープは亡き者に、そういう方々からの 目線からすればなっちゃってるのかなっていうのは悲まあしい現実ね、ですね。もう、なんか VB 嫌って僕ら思っているけど、まあ彼ら、その VB をメインに触ってる人たちからするとね、やっぱり、こう、寂しいものがあるのかもしれんしね。やっぱりこう慣れ親しんだものを変えるの難しいですからね。本当そうだよね。まあそういうのもあって、今僕がもろもろ作ってるやつは、だいたい現状の使い心地から外れないようにという 念を込めながら、でもそれをやると、あれあるんだから別に俺のやつなくてもなとか思ってしまう時はまあありますけど。結構さ、なんか、コミュニティの人口を増やそうと思ったら、そしたらなんかこう、段階的な移行の方法ってやっぱり考えないといけないというか、重要だと思ってて、僕が勝手に思ってることだけど、だからなんかこう、画期的で確かにそう、まあ、これはなんか、ベタだっていうのは分かるっていうのはあるんだけど、その一方でなんか現状の人たちをそこで置き去りにすると、味方になってくれる人たちどんどん減っちゃうんだよね。だから、なんかそういう、既存のもの、さっきの Windows Forms の話でもないけどさ、なんかそういう人たちをいかに、じゃあ何、XAML が良くて、なんか素晴らしい環境だと言うんなら、なんかそういう人たち段階的にこう移行してもらえるような、なんかそういう施策というか、そういうのを考えないといけないなと思ってて、まあなんかザムルの時もそうだけど、なんか完全に突き放しちゃった感があるから、なんかそういうのなんか良くないよなと思うんだよね。完全に別立てになってますよね。縦に割っちゃって、ドーンと、WPF ドーンって最初作って、もう全く別物ですよから始めて、移行してくださいねのスタンスじゃなかった そうじゃななの。いですか、当時。それね、UWB でもやってるからね、そう、本当なんによか。くないと思うんだけど。で、UWP に関して言うと、まあ、セキュリティを高めるためにっていう話で、かなり WPF、WinForms から比べると、いろいろ縛ったじゃないですか。そうですね。なんで、自由度が低くなった上に、まあ、出始めた時って WPF より機能なかったんで。そう、僕ね、なんかこっそりと、まあ、ここだけの話なんだけど、
公開されるけど いつも言ってるのが UWP の話でいつも言ってるのがなんかそれ WPF でもできたよねっていうのをずっと思ってて、うん、その、はい、あのまあなんか彼らなりに散々レビューした結果採用した方法なんだと思うし、でもまあそれね、あの基本的にクローズドの話だったから結局どんな話があって UWP というものを作るってまあ最初ストアアプリかストアアプリを作るって決めたのかわからんけども、うん、まあなんかでも WPF でできたんじゃないのみたいな一番最初にねよく言われてたのがあの UWP でいうとこのあの電源管理とか、うん、まあそのなんていうのその今あの緑さんが言ってたようなそういうあのセキュリティの話だとかで強固になってますと、はい、でそれをサポートするために UWP が新たになんか必要となったのでその現状のその .NET フレームワークの CLR ではダメですみたいなこう話だったんだけど、うん、いやでもできたんじゃないのちょっとね電源ってさでも結局蓋開けてみると UWP にそのなんかアプリケーションのクラスにそのなんていうの今サスペンドされようとしてるとか今リジュームされようとしてるってイベントが降ってくるわけで、はいそう同じものを WPF に生やせばよかったのではとかうどんもあるし、そういう各種イベントのことで言えばね。で、し、あとはそのなんていうのその、セキュリティ上のっていうことでその分離されたストレージをサポートしてるんだけど、だけどいやそれも WPF の WPF というかそれはドットネットフレームワークの上かもしれないけどもそこになんか用意しようともやできたんじゃないのみたいな、まあ、全く違うものを置くんではなくて、うん、なんかそこの上に載せることは不可能ではなかったのではっていう気もしていて、うんうん、そこの上に生地乗っかっちゃう話になっちゃったから全てがなんだきつく縛られててなんかそこからなんか抜け出すことはできないものになっていて、でしかもなんかこう似て異なるものだから結局覚え直しになって既存のそのなんか WPF の開発者はもとより Windows Forms の開発者とかも全部置き去りになっていっちゃったので、うん、なんかそれとかなんか残念だし、なんか何度やらかすんだよお前たちでちょっと思う本当にねそこはねちょっと良くないなと思うんですよね。これの、まあ、UWP のやつって何が一番良くなかったかっていうと、うん、個人的には結局最終的に WPF と WinForms に UWP の皮をかぶせられるっていうのが一番良くないなって思います。じゃあ、いらなかったじゃんって結論に、セキュリティとはみたいな。なんかね、あのお金突っ込む、お金っていうと分かりにくいから、あのなんて時間を開発時間を突っ込むんだったら、なんかいかになんか今の .NET フレームワークでそのセキュリティを担保する方法、あるいはその安全にそのなソフトウェアライセンスを管理できる方法をなんか考えてくれよみたいな、うん、そっちに力を注いでくれればよかったのにって、うん、まあ、なんかずっと思うのよね。いや、同感ですね。本当にもうなんか総崩れになっちゃってて本当に残念。あんだけ、いや、まあマイクロソフト本人が思ってるだろうけどさ、本人っていうかその統括責任者思ってるかもしれないけどさ、実際、はい、もうどんだけ金突っ込んだよってそれでこの事態かみたいな、なんかいいっすね。なんか、うん、はためから見るとかなり金突っ込んで失敗って言っちゃうとあれですけど、うん、まあ、そこそこのやらかしやっても会社が崩れないから羨ましいですね。本当すごいよ、うん、まあ首飛んでる人はいっぱい飛んでるんだろうけどさ、ちょっとね、ちょっとねって思う瞬間はまあありますよね。そうですね、うん、まあ、ちょっと話がそれでしょ、うん、それました。まあ、ちょっとマッピーの方は、はい、F シャープの方にちょっと今後力を入れていくっていうところで、あ、いいですね、やっていこうかなと思ってます、はい、まあ、もしこの動画をね見てる方で協力いただける方がいたら、ちょっとプルリク等々投げていただけると。そうですね、ぜひお願いします。あのまずですね、すごいこう庶民的な話なんですけど、
まずスターボタンを押してください。あ、これはね、特に数が少ないときにはね、めっちゃやる気になります。皆さんね、深いこと考えずに押せばいいんですよ、ポチって。スターをポチッと押して、ポチボタンをポチッと押してくれるだけで、もう幸せ、うん。そう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 。あれはね、こう、誰も見てないのかみたいなところから始まるので、もうその時の辛さはね、半端ないのでね、皆さんぜひポチってください。まあね、あの石打てるとかね、フルリクとか投げるとかもちろんあのやってもらえるとすごい嬉しいんですけど、まあまずは、ね、ボタンを押すだけなので、うん、お願いします。ボタンポチッとして、まあ石打てるとかまで行くとなんか面倒くさい、うん、うん、そうそうそう、こう、こうコミュニケートが発生するんでね、まあそれは気持ちとしては分かるんで、よっぽどなんかいる込むものがないとなかなか難しいっていうのは、うん、まあ分かるので、まあ、まあ、あと個人的にお願いしたいというか、うん、嬉しいのは多分 GitHub 上でそのこういう機能欲しい、ああいう機能欲しいとかっていうのが、うん、送るのすごく面倒だと思うので、うん、はいはい、Twitter 上であの僕にメンション付きで言ってもらえれば、はいはい、別に誰だこいつとか全然思わないのでいきなり何なんだこいつとか全然思わないので、まあ、ぜひ、ね、そちらの方からアクションいただけると、こういうのがあると嬉しいとか、うん、あ、見てくれてる人がいるんだっていう、そのウォッチボタンとかスターがなくても、うん、感じることができるんで、そうですね、ぜひお願いしたいですね、はいという、はい、じゃあありがとうございます。